手つる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 硬いて人生で初めて肩凝ったって思った。でこの阻むために生まれし者、ゆらゆら揺れた杭を落ちないようにジャンプしよう。何本飛べるかな、ちょっとわかんないけどやってみようか。打ってんの、え、どういうこと、豆っち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 、なに、あ、なるほど距離なのか。口パッチー口パッチー、 あこういうことね、これぐらいの速さね。不完全燃焼だった。口パッチーいやむずいってこれいやこれむずいってじゃあラストやっていいですか、プロデューサーね。あ、いいね、終わってきた。ガチマッチ豆っち、ガチマッチ豆っち豆っち豆っち、頑張れ、成長してる豆っちあ、口パチ、お前だけは助ける。よっしゃ、しゃあ、やったー。次じゃあ、土温泉。お客さんの体が冷えないように砂をかけて温めてあげてね。満足度が得点になるよ。はあ、まあやるしかないな。なんかハイスコアのとこに知らねえやついんな誰だあいつ、どういうこと、え、え、何、あ、なるほど、これをついで、そういうことね、これで、あー帰っちゃう、帰らないでちょっと同時無理、同時無理、これ同時、なるほど、これで砂を こういうことね。で、これで、あったまった、よかった。あったまってよかった。帰らないで、帰らないで。帰らないで。よし。なんで帰っちゃうの？あっためてんのに。帰らないで。ちょっと、どうやってやんの？これ。なるほど、かけすぎなのか。あの、この感じね。この感じで、止めればいいのか。ああ。なんでやねん。マメッチ勝ったよ。左手がマメッチだから負けちゃうんだけど。じゃあその次の、ジェット温泉。進む方向にうまく操作してゴールを目指そう。ジェット噴水に飛ばされないように、タイミングを測ってね。ちょっと何言ってるかわかりません。どういうこと？あ、なるほどね。これで。お前先行くな。よし。なんでやねん。いや、マメッチ勝てよ。あ、なるほど。対戦ゲームなのか、これ。じゃあ、これ、2P をちょっと一回やめていいかな。お、なんか、ウロトモガーデンっていうのできてる。お、面増えてるやん。じゃあ、この、ウラタマガーデン行ってみますか。何ここ。よだれ川下り。岩や渦に当たらないように避けながら進むのよ。最後までいけるかしら。やってみましょう。
なるほど、あれを避けながら行く感じね。あ、全然簡単じゃね。余裕よ。やべやべ、そんなそんなハメ技みたいな。あ、何これ得た方がいいやつ。あ、これ得た方がいいんだ。なるほど。なに失格。あー、なるほど、あの星は取るんだ。なるほどね。来た、よし。でこれで、なるほどね、そんな意味あるこれ疲れるこのゲーム。星降ってこなくなっちゃった。助けてよ星、もう私のことは見捨てたの。何この過酷なレース。よしよし、ゴールまだか、ゴールまだか。はあ最悪、長くね。ちょっと普通に疲れるんだけどこれ。もう一回やります。超腕痛いんだけど。もう一個アトラクションあるよこれね。玉乗り、玉乗りジャンプやっていこうかなと思います。ブランコに当たらないように星を10個集めるのよ。10個集めるまでのタイムで勝負よ。 OK。 何その下に偽物がいる。あ、なるほど、これで進んでジャンプ。あ、なるほど、こういうことか。なんだ下の豆っちの憎たらしい表情は。あいつ上手くねえかなんかあの裏豆っち。しゃ、まだダメなんだ。とりあえず面見てこっか。ゴッチ大王リゾート行ってみようか。マジ？たまごっちのゲームって意外と現実を思い知らしてくるよね。まあ払うしかねえか。まあここで稼げばいいもんね。さあ、じゃあゴッチ大王リゾート来ました。ゴシゴシゴッチ大王とゴッチパレードがありますね。まずゴシゴシゴッチ大王、あ、ここは1000ゴッチで剣いらねえんだ。なるほどね。砂で汚れちゃった大王様をゴシゴシ磨いてきれいにしてほしい。きれい好きは誰かな。いきます。何、いや始まり方怖。うわ、呪いでたまごっち、呪いで豆っちがタオルにされてる。あ、そういうことね。ここでゴシゴシすんだ。手つる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 。よっしゃ。誰か助けてくれ。ゴッチパレードを見てみるか。お手本に習って頑張って踊ろう。上手に踊れたら得点になりますぞ。音ゲーか。俺に任せろ。何何何何何、どれどれ。俺、なるほど、じゃあ右下、右下、ここだよ多分ね。マメッチ参加しないの。上、左、左、右、上、右、左、左、右、上、右、左、左、左、下、投げ。右、
上、左、右、わかんない、もうわかんない、もうわかんない、何、左、左、わかんない、最後いらんな最後のコーナーいらんな。浦玉ガーデン、ごっちだよリゾート。あ、じゃあこれで全部なのか。なるほどね。じゃあちょっとハイスコア抜いていくか。俺ちょっとクイズ絶対勝ちたいんだよな、クチパッチに。11問ね、オッケー。いくよ。ちょっとかすっただけで音が鳴る楽器は。こいつ足が速くなってやがる。あの、ちょ、絶対に嘘をつかない電化製品は、正直畑にいる人は何人何え人参刺しても痛くないもんじゃない。え、注射。なんで、なんで傘なの。1分間は何秒。うわー、間に合わねえ。問題も今予習したから、予習じゃねえ、復習だ。次はいけるはず。いつも首をかしげている虫は、アリネズミが通っている学校は中学校。お店の中で逆立ちをしている虫は、え、なんで、あ、あぶね適当に選んだ。ハットトリック、ハットしてグー次、おれー。え、でもまだまだなんだ。やっと口パッチ倒したぞ。もう一回やっていい？これ何問正解したら勝ちなんだろう。なるものは、なんかむずくなってる問題が。何、54。くそー、10の壁があっち。いつも言うことを言う動物は、え、犬、めーやん知らねえよくそ超無事。このゲームから300ゴッチもらうまでやめないからな俺。桃太郎の機内じゃ、あるーし、13。あ、でもこれでもうちょいなんだ。ってことは、多分、15だろうね、これ。四角い体に目が21個、この回は知らねえよ。レジギガスだろ。最高だ。レジギガスじゃねえ。海の中の壁のフラフラ、わかめ。お、15! 15いった。しゃあ！100なん？嘘だ。まだ高みがあんの？これもしかして20じゃねえよな。300ゴッチ。ちょっとこれ後でまたやりに行こうよ。もうお金とかいいや。次のとこで稼ごう。これあのさ、カーリングも一回やりたいんですよ。こうやって見るとぐるぐるパーク名作多いね。これ多分極めればめっちゃ金稼げると思うんだよね。うますぎー。もうちょい、惜しい。なんか効かなくなっちゃうんだこれ、交互やめると。ああ、なるほどね。あ、たまに効く。なんだ、なんでたまに効くんだこいつなんでたまに効くんだ。いや、でもこれ稼げるね。 OK。 おい、聞いてくれ。 OK、 よしよしよし、いいぞ。揉めるな揉めるな。しゃー、やったー、しょーやった、達成感えぐい。皆さん、このゲーム達成感えぐいです。で、青は取っちゃダメ。何、電池ないのやめてよ、電池を、俺今日入れたばっかなんだけど、なんか電池ないって言い始めてる。嘘だろ、炭酸電池4本も入れたんだから。ガール
か。あ、500円もらった。やった。あ、これめっちゃ稼ぎやすいじゃん。いや、いいって電池分かったから。ここにずっと寄り添えばいいんだよね。電池が邪魔してくる。電池が邪魔してくる。痛恨の電池使おうって思うじゃん。痛恨電池ないんすよね、このゲーム。分かった。痛恨繋いでっから電池切れてんな、これ。こっから電気がこっちに盗まれてる。ミスれない。これはもうたまごっち版サスケと言っても過言ではありません。うまいぞ。うまいぞ。うまいぞ。うまいぼ。うまいぼ。うまいぞ。うまい！うますぎる。23秒世界新じゃないこれ。来たよ。パターン入った。パターン入ったよ。か、あったまった、あったまった。ありがとうございました。ご来店、ありがとうございます。ご来店、ありがとうございました。いや、てか、バイト雇ってよ、もっと。もっとバイト雇ってよ。無理だよ、僕だけじゃ。なんて今。いやー、今ので540か。でも、もうちょいじゃない？ちょっと、試そう。あ、上だ。オッケー。よっしゃ！しゃー。やったー。やりがいありすぎる、このゲーム。いいよ。いいよ。素晴らしい。ジャンプ早い。ジャンプ遅い。いいよ。オッケー。何秒何秒。お、ハイスコア。オッケー、こいつは極めたと。やむぜ。あ、トゥルル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 ルトレルファンの上に木が2本林です。うわくそー逃げるなよ。どうだ。うわやっぱ20だ。やっぱ20だ。問題読む前に答えないと20無理じゃない。もう暗記ゲーなんだねこれ。よし、ちょ、もうこれ問題読む前に答えるわ。狙い的に、スイミングスイミングー。サッカーならんよね。食べると柔道や剣道をしたくなるスポーツ。なんだ逃げるな。武道。桃太郎鬼返しでかいのどこの島。鬼ヶ島。おい逃げるのトリッキーに行くんじゃね。なあ無理だ、もう絶対無理だから腹いせにスパムブロックしよう。眠らない時にスイミングー。ネズミが通ってる学校、中学校。ネズミが通ってる学校は中学校。食べると柔道いけのブドウ。あーブドウやばい。あとはもう鬼ヶ島。あー、おー、来た！おー、よっしゃー！やったー！さあ、人生で一番肩が痛いのでもう終わろうかな。喉もなぜかガラガラなんで終わろうかなと思います。いやー、これ伝説のゲームだわ。発掘しちゃったわ。これちょっと今度対戦したい。コロナ禍明けたらこれ誰かと対戦しよう。誰かと対戦配信する。これ対戦めちゃめちゃ盛り上がりそうじゃない？